あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。今回はね、前回参戦モンスターたち戦ったんやけど、これ最後の最後でロロンドのさ、この吹き出しの形がね、丸からギザギザに変わってびっくりしてちょっとやめちゃったんだけど、今回はやっていきたいと思います。何やってんだ。へい、素晴らしいぞ。よくぞ魔物たちを追い払ってくれた。あゆなよ、もう我が輩には分かっておる。いや、分かっておった。このメルキドを支配する魔物の親玉がかつての守り神ゴーレムであると。我が輩は認めたくなかったのだ。かつての守り神が人を滅ぼしたなど。あゆなよ、ゴーレムを倒せばこのメルキドの空の闇も晴らせるだろう。ゴーレムと戦うために魔法の玉とメルキドシールドをたくさん用意しておけ。さあ、これがこの地での最後の戦いだ。あゆな、戦いの準備は良いか。オッケー、行こう。アイナ、ロシとの話は我が輩も聞いておった。我が輩が間違っていたようだな。ロシも我が輩も、町を愛する気持ちは同じであった。あ、ロシがこの町を嫌っとると思っとったんかな。我が輩はな、アイナ。なぜかピリンの言葉を思い出したぞ。あやつはよく言っておった。私はただ、みんなで楽しく暮らせる町を作りたいだけだと。あとは頼んだぞ、アイナ。みんなが楽しく暮らせる街を守ってくれ。まるでピリンがもうおらんなった人みたいな感じの言い方やけどさ、思いっきりおるけんね。お、来る、動けんのやけど。おー、なんだあれ。なんだあれ。超真っ暗なんやけど。何かしら。いや、やべえ。角度しか変えられない。あと動かせないんだけど、あ、晴れた。すべてを破壊する者ゴーレム。え、待って、町の周り超砂漠なんだけど何事。てかみんなどこ行ったの。いなくね。え、おらんよね、マジで。何、隠れとるわけでもない。え、やば。メルキュラシールドで岩を防げって書いてる。待って、はい、防ぎます。こういうこと。待って、外してしまった、今、わざわざ。いや、壊れてしまった、ちょっと待って。はい。こういうことでしょ。今、わざわざ丸押して外しちゃったから。やばい、どこ行った。あっち。あっちだ。あ、今の守れたの。守れたんだ。思いっきりぶつかった気がしたけど。ねえ、思いっきりぶつかったよね。でもあれでいいんだ。おっしゃ、防げたー。そして私がこの後ろに隠れると。どう？めっちゃぐるぐる回りよる。怖い。ゴーレムは目を回している。足に魔法の玉を使え。ちょっと待って。は。届く？大丈夫か。待って。メルキドシールドで防げ。どう？いける？よし。次。はっ。いける？お、よかった、いけた。どこ？え、どこ行った？向こう側？あ、向こうや。なんか飛ぶ距離。あー、待って。何やってんだ？思いっきり剣抜こうとした。いやー、空き部屋が壊れた。超壊れた、ちょっと待って。はい。この位置なら、オッケー。後ろに隠れてるよ。大丈夫。うわー。そんなんやってるから目回すんだよ。おし、これで、ゴーレムの足に魔法の玉を。お、もう一度魔法の玉を。おしょ。どうだ。お、バラバラになったよ。元に戻ったんだけど。ゴーレムが起き上がった。大きい鉄たちを倒せ。3匹。ちょ、待って。はい。いやー。待ってくれ。ん？めっちゃ飛んでんだけど。
めっちゃ飛んでんだけど。うぃ。あ、倒した。倒した。あ、また、岩で防げってなった。拠点壊さないで。もうこれ以上壊さないでくれ。ちょっと待って。おーおーおー。はい。ここで。よし。真ん前。オッケー。次は？そこか。は。どう？多分半分ぐらい。よし。当たってる、大丈夫。どこ行った？あっちか。ちょ、走る速さめっちゃ遅いんだって、これ。は！よし。ゴーレムは怒り出した。どう？だい、おーおーおー。めっちゃ回ってる、めっちゃ回ってる。これ絶対砂ぼこりすごいよ。よし。魔法の玉。ん？あ、巻き込まれる。おー、危なかった。ちょっと今自分までやられるかと思ったよ。はい、ゴーレムの下。よし。おっしゃ、あと一回ぐらい？あと一回ぐらい。これを繰り返せばいいのか？うわ、え、大きいやつ増えた、二匹増えたよ。ちょい待って、ちょい待って、はい。はい、やられて。お、一気に三匹やっつけた。次そこの二匹ね。危ない。危ないから。ちょ、危ないから。おう。空腹で倒れそうらしい、私。おう、見えないから。危ない、危ない、危ない。はい。どうよ。どうよ、どうよ。危ないって。危ないって。危ない。おう、ちょっと。ちょ、私の魔法の弾を壊さないでおくれ。お、やった、倒した。倒したってことはもう一回。え、メルキドシールドの後ろに隠れるって言われても。ちょ、待って。来る？来る？来る？お、よかった。空き部屋、そんな回転で壊さないでよ。あ、待って、はい。これで、大丈夫？まだ目回しててね。よし。オッケー、これでいける？はい。どうよ。おっしゃー！倒した。なんか今、なんかあったよね、今。どこ、どれ？これ。初めて錆びたメダルを手に入れた。なんだ、錆びたメダルって。錆びたメダルを手に入れた。イニシエのメダルをひらめいた。ふーって。勇者の証を示す聖なる守り。魔物に封じられした大地に光を与える。へぇすごいものをひらめいた。お、みんないる。みんないる。あ、よかった。どこ行ってたの？なんか扉開けてきたけど。雪の部、ゴーレムの最後か。あいつはわしらにとっては脅威だったが、思えば悲しい存在なのかもしれねえな。だってそうだろ？あいつはあいつなりに、ただメルキドを守ろうとしただけなんだ。まあ目的は一緒なんよね。まあけど心配すんな。伝え聞く話では、ゴーレムも人の手が作り出したもの。きっといつかまた、人間たちの手で、この町の守り神を復活させられる日も来るさ。そんな日が来るんだろうか、本当に。ちょ、あの、ロロンド？はいはい。うおー、アユナ。よくぞ、よくぞゴーレムを倒してくれた。これでこの町は救われた。アユナよ、ありがとう。ありがとう。お主が持っておるその錆びたメダルは何だ？それは、まさか、伝説の。伝説の何？何よ。やはりそうか。お主がゴーレムから手に入れたのは、錆びてこそいるが、伝説のイニシエのメダルに違いない。そのメダルは、町の滅亡と共に失われたと、メルキドロクには書いてあったが。そうか。ひょっとするとゴーレムは、そのメダルを守っておったのかもしれんな。てかあれ、周りの人さ、動きが止まっとるけどさ、瞬きしよるよね。動きよるってこと？アイナ、メルキドロクによれば、それこそこの地に平和と光をもたらすものだ。神鉄炉を使い、ぜひともお主の手で修復してくれ。なるほど。神鉄炉。え、あるんかな、ちゃんと。あ、あるある、よかった。
じゃあこれで、あ、イニシエのメダルこれね。作れる。もうめっちゃ部屋としては機能してないみたいやけど、超外丸見えだわ。イニシエのメダルを1個作った。まあでも主人公はちゃんと、こうやって施設使えるけんね。お、いたいた。おお、それがイニシエのメダルか。よくぞ作ってくれたな、アユナ。それさえあれば、このメルキドにかかる空の闇が晴らせるだろう。さあ、早速、希望の旗の上に掲げてみてくれ。希望の旗の上？クエストコンプリート、薬草10個。旗の上でこれを使えばいいということ？どこだ？持ち物の中か？違う違う。持ち物の中。どこ？あ、あれか。ちょい待って。とりあえずじゃあ骨と入れ替えようか。よいしょ。で、これを。ふわ、違う、爆発。なんてことだ。なんてことだよ。はい。イニシエのメダル。ごめんね、みんな最後に街壊してっちゃったよ。お、超浮く。なんだ？これでパーって空が明るくなるんか。おー。すげえ、なんか。オーロラみたいな。おー。雲が見えてきた。おー、すごい。でも最初の頃ってこんなんじゃなかったっけ？気のせいか。私が勝手に明るいと思い込んどったんかな。メルキドの大地に光が戻った。アユナよ、よくやりました。これでこの地は、竜王の悪しき力から解放され、人々は自らの力で発展していくことでしょう。しかし、忘れてはなりません。この世界には、あなたの助けを待つ人が数多くいることを。久々やね、ルビス。うおー！見るのだ、見るのだ、アユナ。空に、光が、こんなにも、広く、青く、美しく、見えてるよ、大丈夫だよ。その夜、光の復活を祝い、アユナの活躍を称える宴が開かれた。作った部屋も、防壁も、魔物の攻撃を受け、宴の場所も、ご馳走も、豪華とは言えなかったが、楽しそうな人々の明るい笑い声はいつまでも途絶えることがなかった。そして、夜が明けた。みんな拍手しすぎよ。お、はぁ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 、目が覚めたようだな、アユナよ。昨日の夜は久しぶりに腹を抱えて笑ったぞ。ロッシーがあんなにひょうきんな奴だとは思わなかった。お、和解した？ピリンの料理を口にしたときは、さすがの我が輩ももうダメかと思ったがな。あれ毒味したんや。それはそうとあゆな。我が輩は昨日の夜遅く、東の岩山の奥に光が降り注ぐのを見たのだ。ひょっとすると何かあるのかもしれん。もしも気になるのなら行ってみるがいい。お、料理しよる音がするね。いや、もちろん無理に行かなくても夜だぞ。うん。あとはお主の好きなようにするがよい。東の方、東の山奥の方。とりあえずちょっと。これで、ああ。待って、落ちたわ。よいしょ。は。東。こっち西だよね。ごめんね、最後の最後で私が一番多分破壊したんだわ。よいしょ。東に向かって、こっちか。の、岩山の向こうって言った？なになに、どこ？どこへ向かえばいいの？よいしょ。こっち？光がって言ったよね。これで見たら、あ、あれや、光。こっちの方向で合っとる。よいしょ。どこだ？東の山の方向に、あ、あれ？今なんか一瞬見えたよ。あの上に。待って、角度変え、あれあれあれ。見える？天使のはしごみたいなやつ。確率にかかっとったよね。ほら、あれ。あの光。上ばっかり見よったら。
初めて桃色のつぼみを手に入れた？何今更初めてのものを手に入れてんの。おーおー、光。ここから？あ、これ前にドラゴン倒しに来た時に通ったとこやん。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。マジで？もし、ひとたびその光の扉をくぐれば、あなたはすべてを失うことになるのです。しかし、あゆなよ。それでもこの世界の闇を払いたいと願うなら、光の渦の中に飛び込むのです。すべては精霊の導きのままに。なるほど。じゃあ、行くしかないだろう。旅立つ。次の大地へと旅立ちますか。ほい。おー、これで。お？ロロンド。あゆなよ、行ってしまうのだな。なんとなくそんな予感はしておった。みんなに挨拶もしてないな、私。メルキュロンサラダの発展のために、なんとかここに留まってもらうわけにはいかぬか。てかなんなん、人と話し合う間は、止めてくれるっていうやつなん、これ。いや、今のは忘れてくれ。これは我が輩に単なるわがままだな。あゆなよ、我が輩は思い知ったぞ。壊れた街などいくらでも直せる。大切なのはそこに暮らす人間。やはりやめておこう。こういう時だからといって、それらしい話をするのは。さあ、行くのだ、アユナ。この世界にはビルダーであるお主の助けを待つ者が、数多くいるのだからな。おう、そうだ。一つ大切なことを忘れておった。ピリンからどうしても渡してくれと頼まれていたものがあったのだ。みんなもうなんか私が旅立つことを分かっとったって感じ？万一他のものを失っても、これだけは何としても持って行ってやってくれ。さらばだ、アユナ。また会おうぞ。うわーはっはっは。泣きよ、ルロロンド。いやー、ムカつくけどいいやつだったよ。てか、この地めっちゃ思い出だらけだな、なんか。ね。おー、旅だった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォロー、よろしくお願いします。Twitter の方は、動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか一個の街にすごい日にちをかけたけんさ、めっちゃ思い入れあるし、超寂しいんだけど。